どうも、ハンサムクロージです。今日はスタバの新作買ってきました。楽しみだ。クリスピージンジャーブレッドフラペチーノを買ってきました。サクサクとした食感のビスケットを加えたクリームベースのフラペチーノということで、めちゃめちゃ美味しそうです。じゃじゃん、こちらでございます。ドッカーン、もう超クリーム、真っ白ですね。まるでこう雪景色のような、冬にぴったり、クリスマスのシーズンにぴったりのフラペチーノだと思います。じゃあ開けましょう。あ、スパイシー何が入ってるかっていうと、この粉ですね、このスパイスと、あとはクッキーにほんのりスパイスが加わった味わいが口いっぱいに広がるシロップとビスケットが入ってる。スパイス、シロップ、ビスケットね、この3つが特徴になってるみたいです。北米でクリスマス前に焼かれるジンジャーブレッドクッキーの風味をフラペチーノで表現したそうです。じゃあ、あんまり馴染みのない味なのかもな。夏目がなんでしょうね、なんかハンバーグみたいないや、ちょっと違う。酸っぱい。いただきます。どんな味すんのだろう。あ、ほんのりスパイシーな香りで、でも基本のミルクのフラペチーノですね。美味しい。ホイップ混ぜてきますね。この混ざったホイップの感じ好きなんよね。太くないんだな、今回のストロー。ちょっと混ぜづらいですね。うん、美味しい。もう随分皆さん寒くなってきましたね。もう寒くなってきた。でもフラペチーノは飲みたいよね。寒くなってもフラペチーノ。フラペチーノ美味しい。はい、ごちそうさまでした。なんかテンション上がりますね。なんだろうこれ。スパイスのせいかわかんないけど、なんかちょっとテンション上がりますこれ。うわ、すげえ。あ、やっぱナツメグってなんか興奮する作用あるんだ。へえ。今ナツメグ興奮で調べたら出てきましたね。僕多分こういうの効果出やすいんですよ。薬とかの効果出やすい体で、やっぱりそうですね。なんかもう体熱くなってフォッとしますね。なんかちょっと元気になってテンションが上がりました。そういう効果ありますよこれ。すごいすごいすごい。あ、で味はね、キューハンサムですね。はい、スパイスがやっぱ特徴的なので、それが苦手な人はちょっと飲みづらいかなと思います。あとビスケットが入ってて、確かにつぶつぶの食感がサクサクしてて美味しかったんですけど、もっと大きかったらなと思いました。ザックザクしたもの好きなんで、太めのストローでね、もうザックザクでもうゴロゴロしてたらもっと好きだったかなと思います。味はシンプルにミルク味で美味しかったですね。僕結構好きです。このスパイスの感じがアクセントになってて、楽しかったですね。スイーツと一緒に食べたかったかもしれないなぁと思いました。はい、見てください、この袋かわいいです、しかも、今さらそうですね。はい、というわけで、よかったら今日から発売、11月10日から発売のクリスピージンジャーブレッドフラペチーノ、気になる方は買って飲んでみてはいかがでしょうか。以上、ハンサムクロージでした。